関高博は日本のピアニストである。東京に生まれる。5歳よりピアノを始め、第20回全日本学生音楽コンクール中学校の部、第2位。東京芸術大学附属音楽高校より、同大学に進み、在学中に第45回日本音楽コンクール第2位、アタケ賞受賞。イタリアのブレーシャ国立音楽院に留学し、 フィナーレリーグレ国際音楽コンクール第2位、ザンボーニ国際コンクール第1位、ベッリーニ国際コンクール第3位、ラフマニノフ国際コンクール第3位、エンナ国際コンクール第3位等、多数の国際コンクールに上位入賞。ヨーロッパ全土で演奏旅行を開始。東京交響楽団、東京都交響楽団をはじめ、キューレニングラードフィル、モスクワ国立交響楽団、 ワルシャワフィル、ベニス室内ガス相談など世界の著名なオーケストラと共演。1988年から2005年まで東京芸術大学講師を務める。2006年、これで納得。よくわかる音楽用語の話を全学府出版社より出版。異例のベストセラーを続け、重版を重ね中国語にも翻訳出版される。 この公表により2010年には一目で納得。音楽用語辞典が出版される。2011年イタリア文化を広めた多大な功績により、イタリア政府より文化功労勲章コメンダトーレ賞を受賞。2014年イタリアのフィナーレリーグレシより名誉市民の称号が授与。2015年3月、ブリーンテナ日々を出版。現在、日音楽協会理事。 パルマ道路国際ピアノコンクールの審査委員長を務める。CD は、トクマジャパンより6タイトル、コロンビアミュージックエンタテインメントより3タイトル、グリッランテより15タイトル発売されている。また、全音楽部出版社より多数の楽譜が出版されている。イタリアのピアノ作品の紹介を意欲的にしており、日本初演も多数。 東京文化会館大ホールでの演奏会はシリーズ化され2005年より毎年繰り返されている日医音楽協会理事スマイル・オブ・キッズ理事パルマ道路国際ピアノコンクール審査委員長チマローザ・ピアノソナタ全曲徳馬ジャパン1996年6月がルッピピアノソナタ集徳馬ジャパン 1997年9月知られざる、ショッパン遺作集、特マジャパン。1998年6月、レスピーギピアノ曲集、特マジャパン。2000年9月イタリアの小さな物語、特マジャパン。2002年9月ゴッドファーザーの世界。ニノロータピアノ作品集、特マジャパン。2002年10月全音ピアノピースによる、ピアノ名曲集9、ラカンパネッラ。 コロンビアミュージックエンタテインメント2003年9月全音ピアノピースによるピアノ名曲集10愛の挨拶コロンビアミュージックエンタテインメント2003年9月愛する子供たちのためにブリランテ2005年愛する子供たちのためにに、ブリランテ2006年愛する子供たちのために2007ブリランテ2007年白い天使スペランツァブリランテ2008年創業 夢ブリランテ2009年、ミケーレブリランテ2010年、ニューイヤーコンサートブリランテ2010年セレニタ、ブリランテ2010年ベッキアートジョジョ小曲集ブリランテ2010年カゼラ、ピアノ作品集ブリランテ2011年、イタリアピアノ名曲選集ブリランテ2012年天使の、詩ブリランテ2012年ロマンスブリランテ2013年ファンタジアブリランテ2014年ショパン、 主曲の名曲シューブリランテ2015年、ありがとうございます。